時刻は8時を回りました。 FM 技能をお聞きの皆さん、おはようございます。11月11日モーニング8、これから1時間生放送でお送りします。宜野湾市旧名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、本日水曜日担当黒島ゆりえがお送りします。さて早速ちょっと今日のテーマのことについてお話ししたいんですけれども、今日のテーマ、やらかしてしまったことです。でこのやらかしてしまったことですね、私すっごいもうネタ満載なんですけれども、この最近ちょっとやらかしてしまったなっていうことがちょっとありまして、というのが、某チェーン店のカラオケハウスに私は、遊びに行ってきたんですよね、一人で。はい、カラオケをしに行ってきたんですよ、人からってやつですよ。でまあ2時間たっぷりもうノリノリで歌いまして、さあお会計にという時に財布を開けると、なんと現金入っていないんですね。やばいこれと思って、あ、じゃあコンビニでって思うじゃないですか。そう、その時時間も時間で、ちょうど ATM もちょっと閉まっている時間だったんですね。さあどうしようと、現金もない、お金も下ろせない、どうしようどうしようとなって、ちょっと待ってくださいねって店員さんに、で、あのお友達に連絡して、ごめん助けてって言って、それから、まあ、友達もちょっといろいろ予定があるということで、その予定を終えて1時間後ねってなって、私1時間ずっとこのカラオケ店で一人で友達が来るのを待って、で友達が来た後に、その友達からごめんねって言って、ちょっとお借りしまして、まあお支払いしたっていう感じなんですけれども、そういわゆる無銭飲食とか聞きますかね、無銭飲食ならぬ無銭カラオケってやつをしてしまったんです、私。でこれなんでかって言ったら、もう私はもう現金入ってると思い込んでるんですよね。そしたら、あ、実はあの時使っていたっていうのをまさかの会計の時に発覚するっていう、だからやらかしてしまったなっていう、そんな私のエピソードでした。ということで、この皆さんのやらかしてしまった、失敗してしまったっていうエピソードをお待ちしております。メールアドレスが797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。今日も8時から1時間元気に楽しくお送りしていきます。皆様最後までお付き合いくださいね。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。本日のオープニングナンバーが木村カエラでリルラリルハです。今できるでしょう、今しかないこの時間を、あなた次第で見るの流れゆく、
れないで見つめることを、れないで信じることを、今できるでしょう、確かないこの時間を。前です。はい。生田よう聞こえるわって、ありがとうございます。歌ってた普通にはず。8時7分を回りました。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、私水曜担当黒島ゆりえがお送りしています。この時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から参りましょう。はい、本日11日お天気は晴れ時々曇りとなっております。日中の最高気温は26度です。降水確率が午前6時から、正午12時までが 0%、12時から、24時、12時までが、10% となっております。東北の風、波2メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴います。はい、でただいまですね、沖縄本島地方が高気圧に覆われ、おおむね晴れています。尖東諸島と大東地方では寒気の影響で曇っております。11日は沖縄本島地方は高気圧に覆われ、おおむね晴れるでしょう。尖東諸島と、大東地方では曇った空気の影響で曇る見込みです。で、ここでちょっと警戒情報がちょっと沖縄地方出てますので、こちらも紹介したいと思います。ちょっと高温に関する異常気候、早期警戒情報ということです。11月14日頃からの約1週間ですね、11月14日から23日までの1週間の検証期間を通して、この沖縄地方では1週間平均気温が平年よりも高くなる確率が 30% 以上と見込まれております。農作物の管理などに注意してください。また今後の気象情報に注意してください。なお沖縄地方では昨日までの1週間気温の高い状態が続いています。今後も1週目から2週目にかけて気温の高い状態が続く見込みですということなので、ね、ちょっとかなりの高温、確かに日中すごい暑いですよね。朝はそうなんかちょっと肌寒いなって感じはするんですけど、日中本当に暑いなって私も感じます。皆さん、そうですね、農作物とかを管理している方はもちろんなんですけれども、もしかしたらね、ちょっと体調なども崩しやすくなっているかと思いますので、体調なども皆さん気をつけてくださいね。以上お天気をお伝えしました。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは一般道からお伝えします。はい、一般道ですね、こちら58号線大蛇名からぐすくまにかけて南向き一部渋滞が発生しています。そして県道34号線南向き、前原から大蛇名にかけてもこちら一部渋滞が発生しています。皆さんちょっと急ぎかとは思いますが、安全運転でお過ごしください。続いて、高速道路の方お伝えいたします。はい、高速道路ですね、こちら沖縄道下り宜野座インターチェンジから許田インターチェンジ付近にかけて工事のため第一走行規制となっております。
はい、こちらもはい同じくですね、うん、一つだけとなっております。はい、高速道路のを以上お伝えいたしました。皆さんくれぐれも安全運転でお過ごしください。で、FM 宜野湾から見えるお天気なんですけれども、少し雲かかってる感じで、でもすごい晴れているなという感じがします。晴れ時々曇りですね。はい、すごい気持ちいい朝ですよ。なんか朝ね、息吸うとってなんかこう鼻から息吸うとね、すっごいなんか爽やかな気持ちになったものです皆さん今日も楽しくお過ごしください。はい、ではここでメールが届いておりますので、早速紹介していきたいと思います。はい、お名前、ラジオネーム前田ひげさんからいただきました。ありがとうございます。おはようさんです。黒島さん、今日は釣りしながらラジオを聞いています。一番やらかしたことは、釣りに行って海に財布を落としたことや、海に携帯落としたことがありましたね。マジでどっちも最悪でしたということで、財布と携帯両方落としたの、なかなかですね何、この魚こう引っ張ってる時、こう釣る時にうんって引っ張りながら、うわーバシャーみたいな感じかな分かんないんですけれども、いやでもこれはかなりショックですねんー、どうしたらいいんだろうな。これはちゃんと財布とか携帯はちょっと落ちないようにね、別の場所に置いておくっていうのがいいんじゃないでしょうか前田ひげさん、ありがとうございました。はい、皆さんまだまだ募集しております。今日のテーマはやらかしてしまったことです。メールアドレスが797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。曲のリクエストもお待ちしておりますよ。それではここでこのコーナー、みんなで元気に内縄口ラジオ体操の時間です。おそうよ、きふうがなびらラジオ体操第一、初めてなびらさい、剣なお目からワービングあげて、伸び伸びと背伸びの運動からさい。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、ティーフサの運動、剣なお弓装置、キサの曲げ伸ばし運動さい。イチチ、モーチ、アナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、剣な見暮らし見装り、俯瞰会見暮らし、婦人会見暮らし、イチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、ケンナの運動、ヒサヒラチ、ユクンカイ、フミソーリ、イチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、ゾウ、ユクンカイ、チンマキル運動祭、ミーチ、ユーチ、NG だそうです。すみません。BGM はダメです。流しません。ないです。ツイキャスに BGM 乗ったら、うん、まあ、消えるからいいんですけど、ユーストはダメですね。まあ、ツイキャスもダメなんですけど、消えるからね。消えるから、まあまあ、証拠隠滅ってやつですね。よいしょ。あ、やばい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 。うちの状態さ、ダメです。ダメです。ちょっとだけ聞こえたのか。ちょっとだけ聞いたのか。あ、おかしい。おかしい。はい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 、やばい、すいません、よいしょ、
ゃあ一言お願いしますね、はい、この後は CM を挟んで今日のニュースをお伝えします。ああもう読み違いがずっと頭ぐるぐるしてる。チキショさきしまじょとはさなってたと思ってあれここでじゃない、当ててるね。あ、7年聞いてる、嬉しい、ありがとうございます。時刻は8時17分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは琉球新報の総合面から参ります。免税店しか5倍で販売。外国人観光客が急増する中、市販価格の数倍の値段で商品を販売する免税店が県内に複数存在することが10日までに分かりました。沖縄側の受け入れ旅行会社やガイドが観光客を総合免税店と称する店に案内し、店側が中国人観光客らの爆買いにつけ込んで薬や化粧品などを購入させているといいます。店舗関係者によりますと、一部商品は一般の市販価格の約 5,6 倍で販売しているそうです。沖縄観光コンベンションビューローは観光客に関して満足して帰ってもらいたいので適切な販売をしてほしいと話しています。観光庁は情報提供を呼びかけているそうです。続いて沖縄タイムスの総合面参ります。ハローワーク非正規7割県平均上回る契約は単年度。県内5カ所に拠点を持つ沖縄労働局管轄のハローワークで働く職員407人のうち、2015年4月現在 71.3% にあたる290人が単年度契約の非正規雇用であることが10日までに分かりました。県内全体の非正規雇用率の 44.5% を大幅に超えており、民間企業に安定した雇用を働きかけてきた労働行政の在り方が問われそうです。続いて沖縄タイムスの地域面から2記事紹介いたします。地域ぐるみで教育推進。宜野湾市教育委員会は今年から1日を宜野湾教育の日、11月は教育月間の日と定め、教育月間と定め、地域や家庭を巻き込んだ教育のまちづくりに取り組みます。14日午前には市民会館で制定記念大会を開くほか、来年度以降自治会やボランティア団体などを交えた推進会議を発足させ、教育を地域ぐるみで進める考えです。昨年は県が教育の日を制定し、県内11市で未制定は宜野湾市を除けば富城だけとなったことから、市は先月急遽制定を定めました。急な制定で予算も時間もない中、宜野湾市教育委員会は14日の大会で宜野湾らしさを出していきたいと張り切っています。司会は市内の中学生が日米のバイリンガルで行い、英語教育特区の市をアピールします。子孫54人、97歳祝福、ヘアンナさん、カジマヤー。宜野湾市長田区のヘアンナ・ジョウエイさんのカジマヤー祝いが7日、道家で盛大に開かれました。
ヘアンナさんは1920年生まれの今年、数え年97歳です。男3人、女3人の子宝に恵まれ、孫、ひ孫を合わせ54人のビッグダディであります。ヘアンナさんはこれまで区の老人クラブの会長、区役員、長門小学校の子どもたちの地域支援活動にも積極的に関わり、地域の子どもたちからヘアンナのおじちゃんと親しまれています。5年前に93歳で他界した妻の秀子さんの死には、しばらくはとても落ち込んでいた、その時はとても心配していた、と長男の丈一さんは振り返ります。それでも、近所に住んでいる子や孫たちが毎日交代で泊まり、じいちゃんを元気づけたということです。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。そして皆さん、メールまだまだお待ちしております。今日のテーマは、やらかしてしまったことです。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。時刻は8時22分を回りました。宜野湾市キューナー宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、私、水曜担当黒島ゆりえがお送りしています。それではこのコーナー、今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。はい、沖縄手帳によりますと、本日11月11日は旧暦の9月30日、旧暦9月30日ということです。満潮が午前7時4分、午前7時4分、そして18時40分、午後18時40分となっております。干潮は、午前12時42分、午前12時42分、そして午後12時49分、午後12時49分となっています。そしてこの日は、沖縄のことで言いますと、初の主席公選で屋良朝苗が当選した。これが1968年ということです。さあ、他どういう日なのかということで、ちょっと調べてみましたところ、今日はですね、世界平和記念日ということです。世界平和記念日。これはなぜかと言いますと、まあ、ご存知かもしれませんね。1918年の第一次世界大戦が終結した日にちなみまして、世界平和記念日を定めたということです。で、この11月11日、他どんな日があるのかなと言いますと、もう今日すごいたくさんあるんですよね。で、その中でも特に皆さん、もうね、11月11日といえば、ポッキー、プリッツの日ですよ。ね、1111で、こうなんか並んでいるように見えるっていうことでね。これ、いつ制定されたかご存知ですか？これですね、1999年に江崎グリコが制定したということで、1999年なんですね。だそこからね、2014年まで。あ、2015年かね、今年ね。16年間か。一応、ポッキーの日、プリッツの日ってね。でも、年齢なんかすっごい、こう、イベントとして盛り上がってるなっていう感じがするんですけれども、これ知ってましたかね？去年、ね、2014年なんですけれども、この10月14日から10月11日までの、まあ、約1ヶ月間、このポッキーフォトっていうのを募集しまして、クッキー、ビスケットの写真で撮った最大のオンラインフォトモンタージュ部門、でギネスに申請して見事世界記録をこちら獲得してるんですよ。で写真の枚数が16,825枚ということで、すごいですよね。やっぱり私も高校の時とかみんなポッキーの日とか言ってポッキーみんなでこう持ち込んで、ね、みんなにポッキーこう配ったりとかっていうので盛り上がった思い出があるんですけれども、でその時もツイッターとかね、フェイスブックとかね、で今日ポッキーの日だよなんてね、いつも投稿が上がりますが、今日もねおそらく盛り上がると思うので、個人的にはどういう投稿がね、実はポッキープリッツの日で上がるかが楽しみです。あと1111の並びで、例えばなんかペンが
並んでいるでコピーライティングの日とか、あと、恋人たちの日なんていうのもありますよ。なんでって言いますと、この11っていうペアで、11っていうこのペアでなんか揃っているから恋人たちの日とか、であとは麺の日ね、ちょっと麺に似ているっていうから麺の日とかってもうすっごいたくさんありますね。楽しいですね今日はい、それで誕生日がマギーシンジさん、マジシャンのマギーシンジさん、そしてこの方かっこいいですよね、米俳優のレオナルド・ディカプリオさん、レオナルド・ディカプリオさん、そしてモーニング娘。の田中玲奈さん、田中玲奈さん、そしてあの吉幾三さんね、歌手吉幾三さんの誕生日ということです。皆さんおめでとうございます。で、誕生花が椿、白椿ですね。花言葉が控えめな愛ということです。はい、今日ね、一日ね、すごいいろんなイベントがあるので、皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、今日は何の日のコーナーでした。はい、それではメッセージたくさん届いてますので紹介していきたいと思います。はい、ではまずはこちら、ラジオネームてっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりえさん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマ、やらかしてしまったこと。仕事の時に呼ぶお客さんの名前を間違えて別のお客さんを呼んでしまったことですね。注文したお客さんのところに行くはずが別の人のところへ行ってしまったことですかね。その後はお客さんもたまに間違えますよと怒ってなく優しいお客さんでした。ほっとしました。今日もラジオ頑張ってね。自分は疲れのせいか風邪ひいてしまってまたまたダウンして寝込んでいます。ゆりえさん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、体調には気をつけてくださいねということで、ラジオネームてっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。この名前の間違いってね、私もバイトしてる時にありました。であとはね、飲食店とかでも働いたことあったんですけれども、ホールでね、そしたらこの食べ物、注文した食べ物を別のテーブルに、なんていうこともね、ね、よくあるではないでしょうか。まあ本当はあまりしちゃいけないかもしれないけれども、間違いありますよって。でもね、確かにお客さんに怒ってなくて、こう優しく声かけられるとすっごいありがたいですよね。わかります。であと体調気をつけてください。気温もなんかすごい激しくなっているので、気温差が、はい、体調十分お気をつけください。ありがとうございます。では続いていきます。ラジオネームがこちら、ゆうさばちゃーさんですかね。ゆうさばちゃーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、さい、ゆりえさん、はじめまして。 FM ギノワン、大不安のゆうさばちゃーやいびしーが、すごい方言だねワンは無線イヤホンは持ってるけど、ゆりえさん、無線カラオケやらかしちゃんで、だるよ。Google のヤフーニュースに載っていたよ。嘘、後でちょっと見てみる。して、ワンがやらかしたことは、ナーファーの某ショッピングセンターパレットくもしのエレベーターに乗った時に、誰も乗っていなく一人だったわけよ。ヤクトゥーシマビーがいいよねって思ってから、まずは少しヒーをパーしてしまったわけさ。2回3回になっても誰も乗ってこないから、思い切って集中してパーってこうウォンパーミラ化して、4階でセレブの女性客の方々が4人乗ってきて、慌てて体を動かしパー見ておならをおならかい、拡散。バレたらやばいから6階で降りる予定だったけど、5階で降りて逃げたさ。多分バレてないはずや、ゆりえさん。ゆりえさんもエレベーターとかエスカレーターではちゃんと確認作業してよ、かっこ笑い。安心、また来週やー、ということで、ラジオネームユーサーバチャーさんからいただきました。またすごい方言ですね。ってか、おならでもね、まあ、まあ人間ですから、おならもそれはしますよ。で、私もね、やっぱりこうしたくないのにしちゃったなんてことありますよね。で、恥ずかしかったのが、この学校でテスト中にやばい出ちゃうと思って、でも頑張ってさ、こうお尻もぞもぞさしてから、なるべくしないようにって頑張ったんだけど、なんかさ、スカシの方をね、頑張ってやろうかなと思ったら、少しじゃなくて予想以上に音が出てしまって恥ずかしいなんていうことが私もあります。ゆうさばあちゃんさん、ありがとうございます。続いて、
はい、こちらラジオネーム AKB ファンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりりん、イーズ、モーニングエイトリスナーの皆さん、おはゆりりん、おはゆりりん、ゆりりんご機嫌だね。はい、かなり生歌最高。テーマ、やらかしたこと。仕事休み前にお酒飲めない俺がカス汁を作って酒カス入れすぎて頭ぼーっとして何したかわからんようになるくらい酔って、次の日大好きな人にピーピーピー大好きやでと送っていた俺、どうしよう、みんなに相談したら伝わったらからいいんじゃないって言われるだけ。以上です。リクエストも届いておりますね。ちょっと確認よろしくお願いしますお酒ね酒かす入れすぎて頭ぼーっとしちゃってってどんだけ入れたのかな、ちょっと気になりますけれどもはい、 AKB ファンさんありがとうございました。はい、もう一つぐらい読んでおきましょうかな。ラジオネームイミッチャおじさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんおはようございます。イミッチャおじさんです。今日のテーマ、やらかしたこと。おじさんは毎朝 FM 技能にメールを送った後に FM 小座へメールを送るっていうのが日課なんですが、先月末ぐらいのこと、おじさんはやらかしてしまいました。何をでしょう。何をやらかしたというと、 FM 技能宛てのテーマメールを間違って FM 小座に送ったんです。あっちゃー。私は送信中って表示されているスマホを見ながら、あたふたあたふたしながらツイキャスを FM 小座に切り替えて、コメント欄に、FM 技能宛てのメールを間違えて小座に送ったから読まないでってコメントしてから、嫁を学校に送って、カロについて Facebook のメッセンジャーからあるリスナーさんからメッセージが、イミチョウジさんメール間違えて送らないでよ、おかげで爆笑したよって送られてきましたはい、やられました。ユーストリームの動画を見ると、私ツイキャスのコメントを見たであろう山内さん、リアリと笑い、その後に FM 小座で読まれていくメール、読んだ後に笑いに包まれるスタジオ内、おじさんは思わずドSめってつぶやきました。皆さんもメールを間違えて送らないように気をつけましょう。ドS山内さんに読まれちゃうぞということで、ラジオネームイミッチおじさんからいただきました。ありがとうございます。メール送り間違えて、でもね、 FM 小座で盛り上がったんだったらまあそれはそれでよかったのか、それはそれで成功っていうのかなわかんないけど、でもやっぱり FM 技能のメールは FM 技能に送ってくださいということで、まだまだ募集しております。今日のテーマ、やらかしてしまったことです。メールアドレス 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、ここで曲リクエストあったようなので紹介していきます。 AKB ファンさんのリクエストで、長渕剛の純恋歌はちょっとなかったということなので、その純恋歌にちなみまして、湘南の風で純恋歌です。先生、あ、それもらっていい？あ、そっかそっか、夏い、ね、湘南の風、奥線の星、一番光る前髪、初めて一途になれたよ、望まえ響け愛の歌。これ何分ぐらいでしたっけ？結構長かったですよね。長いから途中できるかな？4分ぐらいで、6分、7分ある。了解です35、36ラジオの彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、家庭的な女がタイプの俺、一目惚れ、大ヒリン負けてマジ綺麗、それ見て笑って楽しんで、優しい笑顔にまた癒されて、ベタボレ、嬉しくて嬉しくて、何もなく好きにして好きって言って、おもろげな月に見つめる君に釘付け、守りたい女って、もっと重ねて初めの顔して、抱きしめた少し失敗しようとしたけどって黒島ちゃん寄ってんのか、あんた意外といい人だなって悪い人に見えたんですか？おはよう奈良娘とか、ヒント
ひどおなら娘って嫌ですね。嫌だ、絶対そんなこと言わないでください。お願いします。ちゃんおかさんも皆さんおはようございます。今朝の名古屋は快晴で気温は12度、ひんやりした気持ちのいい朝ですということで、いいな12度。でもそろそろ私は寒くなってほしい。すっごく今日は朝寒かった気がするな。うん、今朝はね寒いんですけどね、いつも日中になったら本当に暑くなるから、ね、びっくりする。だからその午前で早めに出たらなんか午後死に暑いから、うん、もう暑気なんか、ね、そうそうそう、結構寝たりしてる。ヒーってヒーさんだ。ヒーって、あーヒーさん、コナによく来てた。あ、本当ですか。初めまして、おはようございます。一郎ヒーセルでしょ。なんかすごい一郎確かご橋。いい感じですね。あー嬉しい。さすがたまんまー。あ、AKB ファンさんも交流があるんですか。おはよう、うん、そうそうそう、そうなんですね。あーユニしました。大阪の一郎ことひーでございます。よろしくお願いします。ひーさん。メンソーレ黒島書店です。何ですか。メンソーレ黒島。ギリリンが本を紹介しますよ。はい。今日ノリノリだな。マジ。時刻は8時39分を回っております。 FM ギノンお聞きの皆さん、おはようございます。水曜担当黒島ゆりえがお送りしておりますよ。はい、さてこのコーナー、毎週ですね、あ、毎週って言わない、毎日ですね、あのパーソナリティが持ち込んできたコーナーを紹介するんですけれども、今回ね、水曜日がですね、あの本の紹介コーナーとなっております。はい、メンソーレ黒島書店、パチ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 ということで、メンソーレ黒島書店をお送りします。今回紹介する本はですね、今日のテーマ、やらかしてしまったことにちなみまして、やらかしてしまった著者によるやらかしてしまった内容を101綴ったというこちらの本、じゃじゃん。私たちがプロポーズされないのには101の理由があってだな、ジェンスーさん著の本となっております。まずこれを紹介する私もちょっと危ないかな。まあそういうリスクはもう覚悟の上でこの本を紹介していきますよ。ポプラ社から出版されております。発売日がですね、こちら2013年の10月11日なので、もう2年前ぐらいになるんですかね。
で、この本、私がこう出会ったのも、またちょっと不思議でですね、あの、那覇のね、あの、ほら、ジェンク・ダ書店ってあるじゃないですか。で、そちらの近くに、ちょっと知り合いの、なんかカフェバーやってる方が行って、そちらの方に遊びに行って、そのカウンターで一杯飲んでたんですよ。で、そしたら、あの、お客さん、またこれも常連さんで、はじめましてっていう感じで、この、隣のカウンター席移って、で、まあ、この、マスターとかママが、あの、こう、はじめましてってこう2人をつないでくれたんですね。ありがたい。で、この人が今日本買ってきたんだよ、ジュンク堂でって言って本パッて取り出して、何ですかって言ったら、このね、あの超カラフルな本ですよね。あのリスタのツイッターとか、あ、ツイキャスとか、あとユーストリームご覧の方見えると思うんですけど、超カラフルでまぶしいと思いまして、で、何ですかこの本って言ったら、この人ね超面白いの、これからさ絶対来るよ来るよって言ってて、で、まあ、この人何をしてるかと言いますと、このジェンスさんが、まあ、あのアラフォーなんですよね。アラフォーで、まあ、この本書いてるっていうことは、まあ、もちろん未婚です。未婚で、未婚のプロと称しておりまして、で、まあ、ラジオパーソナリティとかコラムニストとか、あと作詞家とかをされて、まあ、結構幅広く活動されてるんですけれども、で、その方が、まあ、なんかこう自分が結婚できないのにはなんていう理由があるのかななんていうことをこう書いてるんですけれども、それがそう面白いっていうことを私紹介されて、まあ、この本をじゃあ買ってみますって、で、ラジオも面白いから聞いてみてって言って、ポッドキャストとかも教えてもらって、ふむふむと、で、買いに行きました。これさ、タイトルがなんか私たちがプロポーズされないのにはってもさ、もう私も含めてはなんかプロポーズされない私が一生懸命なんか読むためにあると、なんか思い込まれてるんじゃないかっていう、なんかね、恥ずかしい気持ちもありながら、もうそこはもうさらっと堂々ともうパッて会計したんですけど、そういう会計のちょっと気まずさなんかもありまして、で、なんか私が結婚プロポーズされるためのなんか何十何の法則とか、あんなんだと分かるけど逆だからね、なんか恥ずかしいじゃないですかね。で、この本ね、何が面白いかと言いますとですよ、まずこの著者がこの本を書いたきっかけについて紹介してますので、ちょっと読んでみたいと思います。この本は結婚を推奨しているわけでも、結婚していない方を、筆者を未婚のまま、責めているわけでもありません。101の理由を読んでご自身に思い当たる節があるならば、反面教師にしていただくもよし、独身をとことん楽しんでやると腹をくくっていただくもよし、未婚のプロ予備軍の方々に笑って楽しんでいただけたら本望ですということで、文芸本なんですよ、うん、あのエンタメ本という感じですね、内容としては。あれはみそじに入ってしばらく経った頃、私と女友達の数名はいつものようにファミレスに集まって、仕事の愚痴や恋愛の悩みを延々と話していました。そろそろ結婚する人が一人いてもおかしくないのに、その気配がある女性は一人もいませんでした。あの日どういう流れになったのか覚えていませんが、誰かが破れかぶれに、私たちがなぜプロポーズされないのかと憤慨し、上昇傾向の強い女性が、それじゃあプロポーズされない理由を考えてここに書き出してみようと言いました。それを聞いた別の誰かがノートとペンを取り出し、私たちがプロポーズされない理由を一つずつ書き出していたんです。散々盛り上がった小1時間、私たちがプロポーズされない理由リストは優に100を超えていました。そのリストをみんなで見回しながら、こりゃできるわけがないとゲラゲラ笑って、ふーっと大きなため息をついた夜、あの虚無感はなかなかのものでした。そのリストを見直し、改めて解説を加えてきたのがこの本ですということで、はい。で、まあ、101もちろんあるんですけれども、この101の中でも、なんだろう、これ強烈だなと思った、まあ、項目がありまして、項目だけ紹介すると、例えばですよ、仕事でヘトヘトな彼を休日のイケアに連れて行ったことがある。ね、買い物問題です、買い物問題。ね、男性の方、女性のね、買い物とか付き合わされたくないですよね。いや、それのことについてだったりとか、電話一本ですぐ駆けつける人とか、都合のいい女になっちゃダメよっていう。ね、あと、これ強烈。彼に保険に入れと言ったことがあるって。そりゃね、なんか嫌ですよね。という感じで、まあ、そういった内容が101いろいろと綴られているんですよ。で、なんか女性だけかなって思いきや、男性もこれ結構読まれてる方多くてですね、男性だと、あ、俺ってこういう風に思われてたかもしれないなんて、こうぎっくりなんていう新発見もあるそうですよ。うん。で、私たちがプロポーズされない
のには 101の理由があってだな。ただいまこちら、単行本ですけれども文庫本もあの今年のですね、9月から発売されているので文庫本でもねちっちゃくね、はい、発売されています。で今あの平積みも結構されているので人気の本となっているので間違いないかと。でこれすごい人気だからあの台湾や韓国とかでも本が出版あの翻訳本って出版されているそうです。でこの101の理由を全部101本テレビにしよう、テレビで映像化しようということでララ TV ではドラマ化されているということでただいまシーズン2も放映されているということです。皆さん私たちがプロポーズされないのには101の理由があってたな、ジェーン・スーさん著の本です。ぜひぜひご覧ください。以上メンソーレ黒島書店のコーナーでした。はい、ここでメール紹介していきます。はい、まだ来てますね、たくさんありがとうございます。かっちゃんさん、ラジオネームかっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。イーズゆりりん FM 機能機のリスナーの皆さん、おはやみーん、おはやみーん。テーマはやらかしてしまったこと、昨日あったこと。仕事の打ち合わせで本社に向かって行った途中に FM 機能にメールを送るのに夢中になって歩きスマホ、地下鉄に乗り込んだら周りは女性の人ばっかり、もしかして見たら女性専用車両に乗り込んでしまった。ああ、急いで下向きながら隣の車両へ移動。ほんまやらかしてしもうたわ。以上、考えたら恥ずかしいわ。ということで、リクエストもありますね。後でお願いします。はい、ラジオネームかっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。女性車両ってね、沖縄はそういったのないよね。多分ね、ないですよね。だからそういう経験っていうかで、ね、されてるうちなんちゅう沖縄の人はいないかもしれないですけれども。でもそれちょっと恥ずかしいですね。なんかこうジロ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 っていうかね、逆か見られてるんじゃないかって女性がパーってなってて、女性のもう何この人みたいな感じな気まずい雰囲気だったんでしょうね。どんまいです。ラジオネームかっちゃんさんからいただきました。ありがとうございました。はい、ラジオネーム中野町和樹さんからいただきました。ありがとうございます。ユリエッティギノアヒルズにお住まいの皆さん、おはようございます。おはようございます。やらかしてしまったこと、ハードディスクの容量を超えるほど録画、しちゃうことです。録画予約しちゃうことですかね。あれもこれも面白そうとどんどん予約しちゃうのですが、楽しみにしていた番組が最後まで録画できていないことがたまにあります。ということで、この録画されてないとってショックですよね。で、私今はその録画機能ついてるものないんですけれども、この録画機能ついてるもので、そういう録画してる時とかに、兄弟、まあ結構いまして、3人、4人、下に3人で私含めて4人兄弟なんですけど、もうその録画する番組がこの、局によって違かったりしてたら、で私がやっといてって言ったものをなんかその別の番組でやったりとかしていて、楽しみに帰ってったら、はあ、なんで録画しないの、だって何時のはっちゃんって、なんちゃんって言ってたじゃんとかと話をしていて、はあ、しまった、ちゃんと番組言えばよかったとかっていう失敗あります。中野町和樹さん、ありがとうございました。はい、どんどん紹介していきますよ。ラジオネームサンセットマリナさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりえさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝は肌寒いですね。本当にそうですよね。おとといは夏みたいな暑さだったのですが、さてやらかしてしまったこと、お風呂のボイラーのスイッチを切り忘れたまま家出ちゃうことですかね。もったいないですよね。ということで、確かにね、あれか、結構料金節約とかもちゃんとされているのかなとお見受けしましたね。あと気温も確かに朝は寒いんですけどね、今ちょっと気温が日中とかはすごく高くなるっていうことなので、サンセットマリナさんも気をつけてくださいね。ありがとうございます。はい、もう一つ紹介いたします。そうそう、だいぶ前にやらかしてしまったことがまだあったわ。会社の女性上司に用事があって、その上司を呼ぶとき、母ちゃん、母ちゃんって呼びながら上司の肩を叩いたら、その女性上司は母ちゃんじゃねえわって言われ、周りにいた女性社員と代理店の人に笑われちゃいました。それ以来その上司を母ちゃんって呼ばないように意識すると、あの時を思い出して顔が赤くなっちゃいます。皆さん、上司を母ちゃんって呼んだらダメですよ。母ちゃんって呼んでしまう事件ですね、これね。うん、わかります。私も先生をね、学校の先生をお母さんみたいな感じでね、呼びそうになったことはありますよ。イーチャージさん、ありがとうございました。聞くのリクエストはなかった。はい、ありがとうございます。でここでですね、ちょっとリスナー、プレゼントがありますので紹介していきたいと思います。はい、
沖縄手帳からですね、ありがとうございます。沖縄手帳のリスナープレゼントが復活、やっとね。新番組沖縄手帳発行人の開始を記念して、沖縄手帳の編集発行監修を行っている、前町徳七さんかな、徳七さんからは2016年沖縄手帳を6名様にプレゼントいたします。サイズはバイブルサイズ、バイブルサイズでピンク3冊、黒3冊、青3冊をご用意しております。ご希望の方は番組への感想、コメントを加えて、FM ギノアまでメールを送ってください。件名に沖縄手帳〇〇色希望、本文にラジオネームも忘れずに記載してください。メールアドレスが 797@fmginoan.com、797@fmginoan.com です。はい、沖縄手帳からのお知らせでした。はい、もう一つ引き続きお知らせがございます。ギノアンオープンスクール2015が開校しますよ。今回で2回目となるギノアンオープンスクール2015は、小中学生を対象にお笑い、歌、アイドル、ダンス、スタッフの5コースに分かれ、2日間で学んだ体験をショー形式で実演、よりエンターテインメント表現を体験できる内容となっております。講師陣には、小中学生には人気のエクスプロージョン、8.6 秒バズーカをはじめ、沖縄出身のスリムクラブやエンターテインメント業界で活躍する講師陣多数。そして、基調講演では手作り楽器を作って、みんなで演奏するセッションワークショップを明和電機の皆さんと体験できます。その他、受講生やプロによるショー、一般観覧も募集しておりますので、ぜひぜひご応募ください。ギノアンオープンスクール2015、日程が11月21日土曜日、22日日曜日となっております。場所は羽衣小学校です。応募対象はギノアン市内在住の方ということで、参加費は無料。T シャツのプレゼント、そして県内のテレビ番組で放映予定ということです。で、コースの受講に関しましては、小中学生対象で2日間の参加日程、100名先着ということです。基調講演及び小観覧は年齢不問。こちらは日曜開催で、各200名限定となっております。お申し込みはギノワン市観光協会、失礼いたしました。ギノワン市観光振興協会のホームページから申し込み用紙をダウンロードして、ギノワン市役所、商工の追加、または、宜野湾市観光振興協会で届けでしてください。また、応募方法がわからない場合は、宜野湾市観光振興協会へお電話ください。電話番号が 098-897-2767、098-897-2767 です。ありがとうございます。以上、オープンスクール2015のお知らせでした。最後、あと一つ読んでいいですか？こちらでそのまま終わりといたします。美しい大人の女性、黒島様、おなら娘、こら、私は本名、OK、今村です。黒島さんのような美女は少し欠点があるくらいが親しみが持てます。だからこれからも大いにやらかしてください、ということです。本名は木村さんで、はい、いただきました。ありがとうございました。もうお別れの時間ですね。早い、あっという間でした。皆さん今日もお聞きくださり、ありがとうございました。はい、この後、10時からは、防災番組10時30分から創生をお送りいたします。今日も一日 FM ギノワンで楽しんでください。11月11日水曜日、本日パーソナリティは黒島ゆりえでした。それでは皆さん、今日も素敵な一日お過ごしください。ではね。